やハローどうもこんばんは、アニメリアク職人ことマジャドキンハマーです。現在2024年の5月23日木曜午前2時6分になるとしますね。はい、先ほどこのそば3期の奈良は、そして怪盗乙女と、神隠し奈良はですね、見終えましてアップロードして、もう一回見ながら、どちらも感想あらすじをまとめたんで、そこからは時効代理人リンククリック2、奈良はですね、見ていきたいと思います。なんか今回22分11秒しかないのはなんで。はい、先に軽く自己紹介。自分の本業は大道芸人でありパフォーマーです。ナイトスケープに来社で4回、月曜から夜更かし、目覚ましテレビ、生放送、世界丸見え、テレビ特捜部などテレビ30本出演、2022年には深田恭子さんと CM 共演まで果たしましたが、現在もコロナの影響で全く仕事が戻らず、ほぼ無収入状態でアニメリアクターやってます。リアクター的には多分投稿本数日本一、間違いなく日本一が再生数の低さとチャンネル登録者数の伸びなさ、これにずっと苦しんでますが、1日も休まず動画投稿を続けてます。ぜひとも応援お願いします。ではいきます。なおアニメ本編は流れませんのでご注意ください。またわけのわからないタイミングで広告が入ります。申し訳ないですが、それを我慢しつつ同時視聴もしくは普通に視聴いただいた後、リアクションだけ確認でお願いします。いきます。3、2、1スタート。なんで今回22分11秒、2分ぐらい短いね、いつもより。これワンジェンがなんか、二人を操ってんのか。ああ、ワンジェン操られてんな、これ。トキも操られてんのかな。旧市街地。今回のサブタイトルが紫外線だけどね。何のためにワンジェンとトキを、あれトキがチャオシンチやったっけか、チャオシンチとルーグアンやったかな。本名忘れてしまうな、ちょっと、ホームページ。チョンシャオシーか、チョンシャオシーとルークワンやね、と、リンがチャオリンか、名前ややこしいな、チエンジンとかね、チェンミンとかね、リュウミン、リュウラン、
サブタイトルかっこいいね、この CG の。紫外線。そうで、光はどこ行ったのね。ん、パリーン、ああ、これであれか、ルーガンいなくなったわけね。ああ、鍵開いてるのか。これ、と5回違ったっけ、ここって。なんかルーガン時間気にしとったけどね、ずっと。これ前回のとこはね。うん、そうそう、そんなわけないやつだな。ん？ワンちゃんの声やな。おお、手帳でつながってる。盗聴器がバレたよね。ああ、味ピエさんのかい。
ボタンの中に出たのな、これ。1.0km。3分。ああ、あやされてるわな、そら。誰か来た。珍しいな、ビクってしたけど、ここに。ん、チャリや。誰が来たん、これ。ほんで時間気にしてたんかい。おお、ホモヒゲやないかい。わあ、ワンちゃん大ピンチやぞ、これ。電波弱。充電もやばいんちゃうか。え、トキ刺される。あ、ちゃうわ、あれか、なんだっけ、金属探知機か。あー、やばいな。あら、あ、おお、素手で戦うか、ワンジェンも。強いな、さすがに。多いな。おお、かっこいい、水面蹴り。橋本真也やで。
い、ナイスアッパー。おお、ナイス膝蹴り。おお、腕いったんちゃうかこれ。上からドン、中西学の技です。うわ、砂で目つぶし。卑怯やなこいつ。ん？おお。いいね。ワン刑事むちゃくちゃ強いな。刑事舐めちゃいかんね。この時計みたいなのなんや。強っ、シャオ刑事強っ。いや、これはだいぶ足よ。うわ、うわ、チエンジンや。卑怯。どうなってん。ヒカルが来てるとかしてへんか。うわ、わあ、これチェンミンに移るじゃ、二人目の部下を失ったわけか、これ。
ん、誰？ルーガンか。おお。おお。どうやって病院抜けたん、ルーガン。いや、パジャマかわいいな。うわー、でもワンジェンよ、うん、もうあれみたいわ、あのバビロンの7話みたい。ちょっとちゃうけど、もう自己代理人つらいが、今週もあのツイッター X なんで今週短いんやろ。なんかこの短いことすら伏線なんかな、ね、毎週多分普通に24分とかあるはずないけど、なんでうるせえやつらより短いぞ。チェンジン一体何がしたいんやこれ。マジでやりたいことがわからんな。まあとりあえずなんかね、まあチェンジンがまあ警察署に、まあ、リー・ティエンシーをまあ送り込んだということよね。これ送り込んで、とりあえずだからトキを連れて、チョン・シャオシーを連れ出して市街地に行けという指示を出した。でまあそのためにワンジェンをまあ操って、あの守衛の人かな、リーさんって言ったかな、まああれをまあ騙し、市街地に連れ込んだと、時を。ほんでまあ光があれ時間気にしてたんで、何やったんや、ずっと時間気にしとったよな、あの19時を。でまあ3人の警護のまあどうやってあれ目を盗んだというか、まあ、考えられるとしたらドアバリンやろ。え、どうやったっけ、刑事3人ともな、ドアじゃない、窓の方見に行ったかな。もしそうだとしたら、あのベッドの下かなんかに入ってて、窓を3人見に行った時に出てった。え、ちゃうかな、ちょっとそこだけ見たいわ。どこだっけな、あ、ここやね、5分28秒、今5分30ね、今31、ルーさん言って入っ、鍵かんで ドアぶち破って、うわーってなって外の様子を、外を見てくれ、一人は外を見に行った。あ、いや違う、無理や、そうかそうか、二人は窓の方と言ったけど、一人電話してるもんな。この間に抜けたんさ、絶対バレるわな。どうやってルーガンは抜けたんや、これ、ほんまに。いや、わからへんな。ほんで、まあ、まあそこはええとして。いやー、ちょっともう、わかんわ。ワンジェンが犠牲になったんわかんわ。卑怯やぞ、あんなもん。もう、あの何やったっけな、あの自分ね、あの何のアニメか忘れたけど、もう来週からみんなやめようかなっていうね、あのあまりにもその、 あの主要キャラというかが、えらい目に遭うて、もう来週からみんなやめようかなってね、皆さんその気持ちはよくわかるみたいなコメントみたいなことあったけど、もうこれもそうやわ。まあ別にワンジェン自身になんかそのね、あの思い入れとかないけど、うん、
ね、あのチェンミンにも別にないけど、なんかその理不尽にやられるのを見るともうあかんわ。もうそれだけでメンタルやられるわ、ほんまこれ。もうせっこいな、あのホモヒゲも腹立つわ、ほんまに。もうね、一人相手に何人かかっていっとんねん、しかも女性相手に。まあ別に女性やからとかいうないけど、卑怯やな。あとワンジン強かったね、強かったし、あとあいつらね、その一斉にかかっていかへんだけまだなんかちょっとその辺のポリシー的なもんあったんかな。あとシャオ刑事と戦ったデカブツね、カメレオンのシーナみたいな顔したやつ、あいつも武器持たずちゃんと素手で戦ったっていうところには、なんかそのね、ポリシーを感じたね。なんか ストロングスタイルというか。やけど一体何が狙いなんやこれ。だからチェン人はまあその元ここの警察の人間やから、その監視カメラの位置だとか、そういった情報というのはまあ網羅しとったわけや。で、まあ、それを抜けて市街地に入ると。でその市街地を抜ければ、だから何が目的なんやこれ。とりあえず時を連れ去ることが目的なんかこれ。いやとしたら別にワンジェンを、まあまあ顔見られたからとか言うてるけど、もう見られてるやん、もともとあいつ。ワンジェンとは会うてないか、あのホモヒゲは。あのホモヒゲはシャオ刑事、あのホモヒゲって、あ、そっか、あの師匠とか見られてんのか。師匠とかに倒されて捕まってシャオ刑事から取り調べを受け取ったな。あれ、あのホモヒゲってどうやって逃げたっけ、どうやって逃げたっけな、あいつ。釈放なんかされてないはずやな。あれどうやって逃げたっけな、あいつ。ああ、ちょっとそこ思い出せへんな。まあまあ、何しか、もう汚い、もうそれしか言わない。でも頭、ルーガンがどうやって抜けたかっていうのは秘密が気になるし、あとどっからあの水上ボートっていうのがあれ手に入れてきたのな、そこも気になるし、なぜルーガンはあれを知ってたんや、ほんで。あの場所からトキが連れ去られることをなんで知ってたんや。それも気になるし。で、まあもうワンジェンはもうあかんやろね。さすがに。もうシャオ刑事の悲痛の叫び。ああ、もうあかん。ほんまあかん。ほんでなんで今回短かったん？これも気になるし。もう気になることだらけやな。全然わからへんわ。はい、まあということで、まあまあ考えてもわからんでね、それは分かったらあかんしね、ほんで。はい、以上、自己代理人リンククリック2の7話でした。よかったらチャンネル登録、高評価、また応援コメントなどよろしくお願いします。はい、ここからは1分ちょいで自己紹介します。興味のない方はここで切ってください。自分は世界で唯一の技の持ち主であり、この本の著者であり、大道芸人であり、そして子供向けのパフォーマーをやってます。普段やればできる諦めない伝えたくて、主に保育園、幼稚園、小学校、子供会などでパフォーマンスをしてますが、現在コロナの影響で約4年3ヶ月仕事が全くない状態、貯金と節約生活だけでなんとか生き延びてます。そんな自分の本業も知って、ぜひ応援をしていただきたいんで、説明文にある URL をクリックしていただいて、できれば本業のチャンネル登録、応援もお願いします。そして深田恭子さんと出たこの CM の URL も載っけてます、ぜひ見てください。アニマルリアクションその他もろもろスタートしてきて1519日目、長い。ただこのチャンネルもっと長い。2009年4月の24日、パフォーマーのチャンネルとしてスタートしましたが、コロナの影響で一気に仕事がなくなり、いつの間にかこのチャンネルでアニメのリアクションをスタートしてしまってからの約1年5ヶ月分、推定2000本以上、2021年の8月18日までのリアクション動画、自ら手で削除させられるという地獄を味わってます。なんとか乗り越えたものの、今もずっと地獄。冒頭でも言ったように、再生数、チャンネル登録者数、全く伸びず、もう正直しんどいやみたいにずっと言ってますが、それでもなおやればできる諦めない伝えたい、そう思って1日も休むことなく、気合と根性だけで動画投稿を続けてます。ぜひとも応援お願いします。以上、アニメリアク職人ことマジラジオ芸人ハマでした。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。それでは、失礼します。